どうも梶ヶ谷拓哉です。今日は皆さんに、画面を暗くする、極限まで暗くする方法を紹介したいと思います。暗くするで言うとですね、ご存知の方はいっぱいいると思うんですけど、こう下から上にこうやるとコントロールセンターっていうのが出てきまして、この白いポッチをですね一番左にやると暗くなるんですよ。はい、でこれが一番暗い状態です。ちょっと今画面で言うと多分見にくいですかね、なんですけど、この暗い状態よりもさらに暗くできるんですよ。こう一番暗い状態って言ってもですよ、見えますし、今これ例えばプライバシーの問題とかで、横の人に見られるとか、例えばですよ、今こう操作しなきゃいけないっていう時に、例えばこう暗証番号入れなきゃいけないとか、そうですね、その個人的なそのプライバシーに関わるような情報を入れなきゃいけないとか、そう見なきゃいけないっていう時に、画面がですね一番こう暗いモードでもまあまあ見えてしまうので、言ったら横の人からも見えるんですよ、ここの状態って、をさらに暗くするっていう方法がありますので、今回それを紹介したいと思います。はい、でまずですね、そのための設定をやります。この設定アプリを開きます。でこの一般を開きます。はい、でアクセシビリティを開きます。でですね、まず最初に、おすすめの設定方法としてはですよ、個人的におすすめとしては、下の方に行ってですね、このショートカット、一番下のショートカットというところを押してですね、おすすめの設定です。これは人によってやり方いろいろありますけども、ぜひ一回皆さん設定していただきたいのは、このショートカットのズーム機能というところにこうチェックをつけます。はい、チェックがついてない状態じゃなくて、これチェックがついてる状態ですね。はい、で、このショートカットはこれなんだっていうとですね、これはですね、ここのボタンを3回カチカチカチっと押すとこの機能が起動しますよと。これはズーム機能が作動しますよってことです。はい、で今動画を見てる方で、ここを青くしてカチカチカチって押しちゃった人は、もう一回カチカチカチって押してください。そしたらオフになりますので、言ったらですね、カチカチカチでオン、カチカチカチでオフっていう機能なので、はい、人によってはもうこれ3回押して、3回押したらまた元に戻るっていうことを覚えておいてもらったら大丈夫ですので、はい、で、上から2番目のズーム機能というところを開きます。はい、でおすすめの設定としてはですよ、カーソルに追従をオフ、コントローラーを表示をオフで、ズーム領域をフルスクリーンズームにします。これおすすめの設定です。カーソルに追従をオフ、コントローラーの表示をオフ、ズーム領域をフルスクリーンズームにする。はい、でですね、このズームフィルターという項目があります。このズームフィルターという項目をですね、最初なしになってるんですけど、これを一番下の低照度というモードにします。これにチェックをつけます。はい、でこの状態がもうできる状態ですね。はい、でちょっと今これ画面で試しますけど、で言ったらこれが一番明るい状態ですね。今 iPhone が一番明るい状態です。でこの状態でこのホームボタンを3回カチカチカチッと押すと暗くなりました。これが低照度モードです。ズーム機能の中に画面を暗くすると、これはここの表示そのものの画面というよりも、本当システム上の画面をもう暗くしてしまっているので、今多分こう動画の横にある僕のこの映像も暗くなってると思うんですけど、これはこのシステムとしても画面を暗くしているので、で逆に言うとこっちの明るいくらいは横の動画の明るさには反映してないと思うんですよ。これは単純にこの画面のだけの明るさを変更しているので、もうこれはシステム変更します。はい、で、これズーム機能中なので、ズーム機能そもそものまず仕組みとしては、3本指で画面を2回トントンって叩くと、そこの場所にズームします。はい、なので、この画面にもしなってしまった方はこれでも全然落ち着いてください。3本指で画面を2回トントンってやると元の画面に戻りますんで、はい、でちなみにズーム機能に関してはだいぶ前の動画で上げてますので、そちらをまた参考にしていただければと思いますけれども、一応機能としては2回トントンってやるとズームになって、で上にやると拡大、
でトントンに2回目をトントンの2回目を残しておいて画面上に、で上にやると拡大、下にやると縮小っていうのはまあできるっていう機能なんですけど、はい、でこれでまあ一応一番縮小にして、ズームモードでいうと1倍ですね、普通に見てるのと同じ画面の大きさにする、はい、であとはもうこれはですね、どの画面でやってもできますので、この下のホームボタンを3回カチカチカチって押すと画面暗くなる、はい、でこの画面暗くなった状態でこの下から出してコントロールセンターでですね画面を暗くすると、これはものすごく暗くなります。本当に例えばお布団の中とか、まあ、おしゃれなバーとか、映画館ぐらいの暗さ、まあ、映画館でも基本的には操作しちゃいけないんですけども、ぐらいの暗さでも、すごくこう周りに迷惑かけない明るさで見れますので、そういう風な部分で言うと使える機能かなと、はい、でここも2回か3回ですね、カチ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 でできますので簡単に、はい、これはもう日常的に今の設定にしておいたらもうこれで3回やった。であと覚えておいてもらわなきゃいけないのはさっきの話ですね、ズーム機能っていう機能があるので、そもそもこう何かの表紙でこういうふうに画面がこう拡大してしまったと、こういうふうにじゃあ戻らないですよ、これ拡大しすぎちゃって戻らないときは3番指で画面を2回トントンってやると戻りますので、それだけ覚えておいてください。これ大事なのでかなり、はい、ということだけ覚えておいてもらえば大丈夫だと思います。はい、まあ人生はですね、明るくいきたいもんですよね、画面は暗くても。はい、以上かじがや電器店でした。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた。